今日は朝配信です。髪の毛がさ、やばくない？こんな寝癖つくことある？今日雨降るの？なんかそう、寝癖で髪の毛巻いたみたいになってる。今日は三次審査の日なのか。イエー、すごい。頑張ってね。なんか全然、本当に全然7期生が入ってくるっていう実感がない。うん、でも合宿とかが合ってるとちょっと実感してくるかな。今回はメイクナイスかな。ね、どうなんだろうね。課題曲、今日は多分三次審査なんで課題曲が出されてるんですよ。私だったらゴーバナナズだったんだけど、多分なんかの課題曲の先生が振り付けしたやつが多分今日課題曲なんだけど、なんだろうね。ショールーム審査はあるの？あるのかな？わかんない。なさそうじゃない？学生からなんて呼ばれたい？なんて呼んでもらおうかな。なんでもいいです。なんでもいい。池野と渋井が先後輩取られないか不安らしい、ね、あれでしょ、先輩にでしょ。渋井ちゃんはね言ってたね、そういえば。なんか先輩に取られるのは怖いって言ってた。先輩をか、先輩を取られるのは怖いって言ってた。まあ大丈夫です、渋井ちゃんは大丈夫でしょう。多分ね、振りは多分先生が変えるんですよ。振りは私たちも、振りはね先生が振り付けしたやつだったから。今ゆいちゃんのデビューよかった。うん、めっちゃ踊れてた。ゆいな、すごかったよ。可愛かった。カトレアでさ、花を作るところがあるんですよ、ゆいなと。こうやって、でこの後にずっと手つないでました、ゆいなと。手つないで、イクノちゃんが初めてね、何度も狙いだったね。
合宿はあれだよ、波音のオルゴール。リス波音は恋のオルゴール。これまたあとリンリンカのおでこ、あれさ、リンリンリンカのおでこをいじってたわけね。なんかさ意味わかんなくて、なんで刺してるのかなって思って、リンカのおでこをいじってたわけ。なんかユイナがさ、ユイナお疲れ様って言ったらさ、なんかユイナがリンカのおで、なんかリンカの方を刺してて、何してるんだ。いいなとイグちゃんの身長ね、私びっくりしたもん今日。でもね、まだユイナの方が高いんじゃないかな。イグちゃんの方がまだ高い、分かんないけど、ユイナの方が高い気がするんだけど、どう？リハはね、ユイナね、あのレディオネームの前、こうスカートを外すじゃないですか。でユイナがさスカートをこう外してたら、スカートのがめっちゃ大きく見えて、そう、可愛かったね。あとさ、はけたらさ、こう手のつけてたやつをこう外すんですよ。うん、外すのに言えない、へへってしてて、外すよって言ってあげた。本番はね、ちゃんと外して。え、ユイナと間違えてたの、やば。カレンデンちょっとやってるじゃん。え、ユイナのが高いんだ。今でも確認あるね、身長測るやつあります。リーナちゃんのアザース聞いたことある、もちろん。アザースというか、リーナ取ってきたよとか言ったら、アザース、小さい声でアザースとか言ってます。アザース、私は159です今。あと1センチで69いく感じ。あ、ダス本当です、あれは本当の話。コペも大好きで、ことありゆいちゃんにあんま言わんくない、ゆいなって、うん、あんまり言わない気がします。言われたことはあるけど、あんまり言わないユイナ。最近言わない。HKT 入った時の身長157か8で、まあ結局ちょっとしか伸びてない。1年か。ハンちゃんは多分越されてる
そういえば大教師たちのゆうずってオーディションがあってそこで合格したんだね。なんかね、オーディションというよりは話し合いみたいな感じ。なんか立候補してたメンバーが結構いたんだけど、そのメンバーがこうずらーって並んで前に金沢さんがいて、一人ずつこう順番になんか名前とかを言っていくっていう感じ。あとは質問したり質問されたりみたいな感じで、なんかオーディションというよりはなんか話し合い話すみたいな感じです。なんか全然緊張する、なんかオーディションというより話し合いですみたいな感じで聞いてたから全然緊張してなかったんだけど、なんかいざ自分が言うってなるとめっちゃ緊張した。そう、楽しみにしててください。そう、結構な緊張感、全然緊張してなかったんだけど結構緊張しました。セリフ覚えるの得意、まだやったことないから分かんないけど多分苦手だってダンスとか覚えるのも遅いし、覚えるのは多分苦手なんだけど、でもダンスってまあ踊るから、まあでもセリフは覚えればいいからさ、文を。だからまあ勉強みたいな感じだと思えばちょっとダンスよりは得意かもしれない。勉強みたいな感じで、ならまだ得意かもしれない声が小さいって言われる心配はないね。ね、なんかさ変に緊張して声小さくなったりしないかな。国語力あるからって信じます どんな稽古なのかもわかんないし、ドキドキです。舞台向いてそうな直感で感じる。本当？マジ？コップの演技見るの楽しみ、頑張ります。喜怒哀楽どの表現が苦手、わかんない、やったことないからなく演技とかあったらどうする。頑張ります頑張ります。声量は頑張ります。ひらさんありがとうございます。快速特急さんありがとうございます。
ただの魚さんありがとうございます。みちろうさんありがとうございます。ちかちゃんありがとうございます。ひでさんありがとうございます。レッドファイブさんありがとうございます。ただの魚さんありがとうございます。パーロンさんありがとうございます。前の子ありがとうございます。バウッチさんありがとうございます。赤田なるなるさんありがとうございます。クラインさんありがとうございます。友蔵ありがとうございます。マハマロさんありがとうございます。 MJ ジュニアさんありがとうございます。伊達さんありがとうございます。あいたかさんありがとうございます。まくりざしさんありがとうございます。まはまろさんありがとうございます。しーちゃんぺさんありがとうございます。じんさんありがとうございます。くろさんありがとうございます。まーさんありがとうございます。バブルさんありがとうございます。へたっぴさんありがとうございます。隣のとろろさん、じゅんなゆうなさんありがとうございます。リチャキは普段にやき顔だけど、コッペは普段何顔？にらみ顔？にらみ顔はない。普段はなんだろうね。でもリチャキはまあ普段からちょっとねニコニコしてるけど、私なんだろうね、真顔？何顔？真顔？真顔かな。杉太郎さんありがとうございます。すまし顔やばい。すまし顔なんてできないんだけど、普段は真顔でしょみんな。自作も真顔よ。みんな真顔です。あざ穏やかか、穏やかな真顔って何？でも普段結構笑ってるけどね、私結構ツボが浅いんで、学校とかでもすぐ笑うし。仏様顔ってあるの？じゃあ仏様顔でいきたいと思います。合唱の時みんなにね、私さ学校でめっちゃにやけてるんだけど、ずっとし笑ってる学校で、合唱コンクールの時。フリペさんありがとうございます。近くさんありがとうございます。学校ではどんなキャラ、学校ではどんなキャラ、うーん、なんどんなキャラしてるかな私。面白い面白いキャラ結構笑かしてますみんな。結構ね、笑かすキャラかもしれない。合唱とか真面目な舞台になるほど笑っちゃう時あるよね。うん、本当に私もうね、友達が怒られてるシーンとした教室とか、なんかシーンとしたところに弱い、笑っちゃうんですよすぐ。コンサートの合唱の時ニヤニヤしてなかった？本当？ニヤニヤしてなかった？あの合唱の練習する時にこうリハ、あのなんだっけ、レッスン場でみんなでリハをしたんですよ合唱の。その時にあのまあ前からリハ V 撮ってて、そのリハ V を見たら、なんかアキさんと私で本当は前にハンちゃんがいたんですね。
でこの3人がずっとニヤニヤしてて、なんかニヤニヤというかずっと笑ってて、他真顔なんですよみんな。この3人だけはめっちゃ笑ってて、この3人だけもう特別にめっちゃ口が開いてめっちゃ歌ってたこの三角形が一番面白かった。コッペ先輩からどんな子って思われてるのか気になる。どんな子、 HKT の子なんじゃないあんまね話したことない先輩と、後輩ともない。で同級生の学年の子も同じクラスになった子しか話したことない。理科の先生のモノマネはね本当に似てるからね、私多分もうみんなも本家を聞いてほしいけど本当に似てると思う。あれは友達にも言われた、似てるって。マジを書いてるとき笑うって、そう笑っちゃうんだよね。クラス外の子がアイドルしてるみたいな、見に来たりしないんだね。最初は見に来てたね。最初は先輩が見に来てたり、体育館で集まる行事とかは結構見られてました。でももう最近はもう私が一番上なんで、もう今はなんでそういうのはないんだけど、まあ 1,2 年の時は、1年生かな、結構1年生が一番多かった。結構なんか見られてた最近 HKT 報じた先輩にハメられたことは、最近で嬉しかったのだと、ミクサーの卒業コンサートで葵さんは確か、葵さんが見に来ていらっしゃってて、それでコンサート終わりに笑顔良かったよって耳元で言われたのが嬉しかったです葵さんに自分コペと同じ学校行ったら見に行きたいような。先輩の意識で見られてるんだ、見に行くな面白い。でも確かに同じ学校でさ、アイドルやってる子がいたら見に行っちゃうよね。私も見に行っちゃうかもしれないやっさんありがとうございます。それがめっちゃ嬉しかったです、葵さんに言ってる。
コペって言ってる、って思って振り返ったら葵さんがいて言ってくださいました。HKT のおられる学校で盛り上がることはありますね。なんか結構友達がエゴさしてくれてるんですよ。なんか立花心で X でめっちゃなんかエゴさしてたり、なんかインスタも見てくれてるし Twitter も見てくれてるんです、友達が。なのでなんかこの間何やってたみたいな、そういうので話すときはあります。あとは YouTube の動画とか、うん、で話すときもあるし。なんかみんなめっちゃなんかさ、タブなんか学校の授業でタブレットを使うんだけど、そのタブレットでもなんか立花の心って検索したりして写真見られてます。恥ずかしい。ボトマジ見られてるよね。そうね、バレーボトマジね。え、私も思うんですよ。絶対ペペファミリーだよあの子は。だってめっちゃ配信のアーカイブを見てくれてるし、あの子は絶対私のことが好きだと思う。学校行ったらね、いつもあの抱きついてくる。もうクラス別れちゃうかもしれませんけど、膝の上に乗ってきたりするから。ファンクラブ作る、やだやだ。LINE で頑張ってねとか言ってくるしね。かわいいです。なんか結構小学1年生から近所で、もうそこ家見えるんだけど近所で、いつも登下校してる友達、多分一番最初の、まあ、幼馴染みたいな友達が今度呼びたいなって思ってる。最初にまだね、まあ いろいろ友達の予定とかもあって公園とかなかなか来れてないんだけど、今度来れたらいいなと、来れたらいいなというか来てもらいたいなと思ってます。なんか学校とさ絶対違うからさ、やっぱ公演とかやってると、なのでまあ恥ずかしいけど見に来てもらいたいなと思って、うん、生誕祭かな多分呼ぶとしたら。そうママたちもね連れて行きたいねって言って、あの子もねめっめっちゃ見てくれてるんで、ツイッターもインスタもストーリーも全部見てくれてる。恥ずかしいけどね。この間ここにだって天使がいる公園を天使がここなんとかみたいなの言ってて、あの公園って難しいみたいな。そう友達がね
支えてくれてないとできない、学校で学校を続けながら感謝ですね。天使がここになんとかみたいな言ってて、今日はアーヤ撮影に行ってきます、ラベリンス。ではちょっと9時過ぎたのでランキング読みます。13位から読みます。13位、博多なるなるさん、ありがとうございます。12位、快速特急さん、ありがとうございます。11位、ジージーリーモンさん、ありがとうございます。10位、クロさん、ありがとうございます。9位、のりっぺさん、ありがとうございます。8位、マインドくん、ありがとうございます。7位、バウッチさん、ありがとうございます。6位、サロン、さかなさん、ありがとうございます。5位、ヘタッピさん、ありがとうございます。4位、ヤスさん、ありがとうございます。3位、ムジェイジニアさん、ありがとうございます。2位、杉太郎さん、ありがとうございます。1位、トムトムさん、ありがとうございます。では、今日も一日頑張ってきまーす。バイバーイ。